か。はい。さっき考えてください。楽しいわ。はい、ストレート。
いいパンチ打てるようになってきましたね。すごいかっこいいわ、ね、なった、仕事や、仕事せんとかなった、なったそう、ここそう、撮影オープンやん、ここすごいわ。どこ行ったらいい、私こ靴そのまま行っていい、あすごいね、ここちょいちょい、サンドバッグを使えて終わってるんちゃう。どこ行ったらいい、あの女の先生かっこええな。あよし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 、ちょインスタ撮りたくってさ、はい、ちょっと2章もやってる、全部やってるよ私先生じゃないの、あと教員生活に先生撮りましたね、客からの知り合いに、わたるちゃん、わたるさん、うん、今日あれもあれマッサージが気持ちよかったんよ、インスタちょっとしか撮られへんねん、何やった名前、先生、先生、名前ジョージ、カタカナでジョージ、ジョージ先生、ジョージ先生、あとニコちゃんがちょっと終わる、はい、私はさっきワン、ツージャブとストレートとワンツーと、うん、ワンツーフック押してる、低いですよ、押してる、押してる、え押してる、こう押してるんで、うん、引けって、うわ、汗でしっかりやっぱり、待ってくださいよ、すぐやからね、これで気持ちいい、ウェイトに体重落ちる、すごく、どうしてジムの先生、水飲め言うあれ、飲んだ方が代謝が良くなるというのはあるんだけど、そのでもどっちがあれなんですか、それはいろんな考え方があるから答えはない、ただあの単純にもう1日だけで結果出したいというようなあれだったら、それは汗かいた分が落ちるわけだから飲まない方が、量はね、ただ全然飲まないとぶっ倒れちゃうから、いやボクシングの選手って本当すごいですね、水を飲まずに、トレーニングしろ、だから1ヶ月で10キロ落とすんだけど、10キロ落とすだけがゴールじゃないから、10キロ落として一番強く戦える自分にしないといけないわけでしょ、あ体力をつけないとダメなんでしょ、体力を落とさないで10キロ落とすという無茶なことをするわけです、す
近いよ、どのチームすごいね。え、昔はあるでしょ、あのマネージャーもしてたんでしょ。僕は全然勇気がないからプロにもなれず、ジムに練習行ってて好きで好きで、それでもこの世界に。あ、なったなった、教えて。はい、どうぞどうぞ。かっこいいよな、教えてください。このご存知ですね、モデルボックスっていうのを金曜日に試合する。これ彼女がモデルでだとか、いや、ユニバーさんは情熱大陸とかそういう番組だったってのがあったくらいで、モデルさんとかも好きのボスじゃないんだ。サイド半端なのかっこいい。かわいい。例えばさんも例えば T シャツ。アメリさんボクシングもやってみる。オッケー。行きましょう。はい。髪切らない。足、オッケー。はい。まずね。上から上から。まずは、まず。まず。本当の先生やで、ジョージ先生。ジョージ先生、これでアクセス入れるね。すいません。すごいな、音楽がないとできへんもんやわってた。私、あの、ちょっとティップのやつでも、はい、一番前ですよね。あ、そうなんですか。何これ、僕自身の。自転車、待って、監督。次、自転車やって。これ流させてくれるから、これ自転車、次自転車やって。私ここはライセンスのクラスありたいな。ライセンス、水飲んだあかんねんって。水、そうよ。だから一回止めようか、これ。